皆さんこんにちは。ペットランキングです。今回は優しさと愛情にあふれ、小型犬の中でも特に飼い主に懐きやすい犬種に焦点を当てたランキングをお届けします。可愛らしい外見と素晴らしい性格を兼ね備えた、これらの小型犬たちは家族の一員として最適です。さあ、トップ5の犬種を見てみましょう。第5位、チワワ。チワワはその小さなサイズと大きな心で多くの人々に愛されています。小型犬種であるため優しい扱いと適切な訓練が必要です。適切なケアと愛情を提供すればチワワは信頼性のある愛すべきペットになります。1、優しい性格の理由。チワワは陽気で一般的に楽観的な性格を持っています。彼らは小さな体に大きな愛情を詰め込み、飼い主に対して非常に愛情深い存在です。チワワは非常に忠実で飼い主に対して深い愛情を抱きます。彼らは家族の一員として認識し、常に飼い主に寄り添います。2、人に懐きやすい理由。コンパクトなサイズ、小さな体格を持つチワワは人々との親しい接触を容易に楽しむことができます。そのため人に懐きやすい傾向があります。チワワは社交的で他の人や犬との交流を楽しむことが好きです。新しい人間関係を築くことに対して好奇心旺盛です。チワワは飼い主に対して非常に強い絆を持ち、彼らの存在が安心感と幸福感を提供します。3、特徴。チワワは小さな体に大きな耳と目を持ち、その可愛らしい外見が魅力です。その愛くるしいルックスは多くの人を引き寄せます。チワワは適応力が高く、アパートや小さな住居にも適しています。彼らは少ないスペースでも快適に過ごすことができます。小型犬種でありながら賢く訓練可能な性格を持っています。適切なトレーニングと社会化を受けたチワワは素晴らしいコンパニオンに育ちます。第4位、フレンチブルドッグ。フレンチブルドッグはその陽気な性格と魅力的な外見から多くの家庭で人気のあるペットとなっています。彼らは暑さに弱いため、暑い季節には適切なケアが必要です。適切な社会化と愛情を提供すれば、フレンチブルドッグは忠実なコンパニオンとして素晴らしい存在となるでしょう。1、優しい性格の理由。フレンチブルドッグは一般的に穏やかで落ち着いた性格を持っています。彼らはエネルギッシュながらも安定感があり、飼い主に安心感を提供します。この犬種は非常に愛情深く、家族との絆を大切にします。飼い主や仲間のペットに対して深い愛情を抱き、一緒に過ごすことを楽しむことが特徴です。2、人に懐きやすい理由。フレンチブルドッグは小型犬種で、そのコンパクトなサイズが人々との親しい接触を容易にします。抱っこや撫でられることを好むことが多いです。彼らは社交的で友好的な性格を持ち、新しい人々との出会いを楽しむことが好きです。人懐っこい性格が多いため、知らない人にも友好的です。3、特徴。フレンチブルドッグは独特の外見があり、丸い大きな耳、短い鼻、そして愛くるしい顔立ちが特徴です。その愛らしいルックスは多くの人々を引きつけます。彼らは比較的運動量が少なく、アパートや小さな住居にも適しています。短時間の散歩やプレーで満足し、飼い主に合わせて過ごします。フレンチブルドッグは鳴き声が控えめで、あまり吠えないことが多いです。この点が共同生活において好評です。第3位、ヨークシャーテリア。ヨークシャーテリアはその小さな体格と大きな愛情によって、多くの家庭で忠実なコンパニオンとして迎え入れられています。彼らは賢いため、知的な刺激や社会化が必要です。適切な訓練と愛情を提供すれば、ヨークシャーテリアは素晴らしい家族の一員となります。1、優しい性格の理由。ヨークシャーテリアは非常に賢く、学習能力が高いです。この賢さはしばしば飼い主に対する従順さと愛情深さに結びついています。彼らは快活で陽気な性格を持ち、周りの人々に楽しさと笑顔をもたらします。家族との愛情深い関係を大切にします。2、人に懐きやすい理由。ヨークシャーテリアは小型犬種で、そのコンパクトなサイズが人々との親しい接触を容易にします。抱っこや撫でられることを好むことが多いです。彼らは飼い主に非常に忠実で、飼い主のそばにいることを好みます。一緒に過ごすことを喜びとし、飼い主の幸福を願います。3、特徴。ヨークシャーテリアは美しい紐を持ち、その髪の毛はシルクのように滑らかでツヤがあります。飼い主の手入れが必要ですが、その美しさは多くの人々を魅了します。
彼らは吠え声が穏やかで騒がしいことが少ないため、アパートや共同住宅でも過ごしやすいです。ヨークシャーテリアは適度な運動が好きで、短い散歩やプレーが楽しいと感じます。適度な運動を提供することで健康を維持できます。第2位、シーズー。シーズーはその優しい性格と美しい外観により多くの人々に愛されています。長い紐を持つため、手入れに時間と労力がかかることを覚えておく必要があります。適切な訓練と愛情を提供すれば、シーズーは素晴らしいコンパニオンとして家族に迎え入れることができます。1、優しい性格の理由。シーズーは賢く知識があります。彼らは物事を理解し、訓練を受けるのが得意です。この知識は従順さと洞察力につながります。シーズーは一般的に落ち着いており、穏やかな性格を持っています。彼らは物事を冷静に見つめ、ストレスをあまり感じません。2、人に懐きやすい理由。シーズーは家族に対して非常に愛情深く常に一緒にいたいと思います。飼い主に対する忠誠心が強く、愛情を示すことが多いです。シーズーは小型犬で、そのサイズが人々との親しい接触を容易にします。抱っこや撫でられることを好むことが多いです。3、特徴。シーズーの最も目立つ特徴は美しい毛です。シルクのような髪の毛は長く、手入れが必要ですが、その美しさは多くの人々を魅了します。彼らの顔は常に人懐っこい表情をしており、可愛さと愛嬌があります。シーズーは適度な運動が好きで、短い散歩やプレーが楽しいと感じます。運動と知的な刺激を提供することが重要です。第1位、マルチーズ。マルチーズはその小さなサイズと愛らしい外見とともに優しい性格で知られています。彼らは家族や飼い主にとって素晴らしいコンパニオンであり、愛情と注意を惜しまないことが大切です。1、優しい性格の理由。マルチーズは陽気で愉快な性格を持っており、一緒にいるだけで幸せな気分になります。彼らは常にポジティブなエネルギーを持っています。マルチーズは非常に愛情深く、家族や飼い主に対して熱烈な愛情を示します。人々との絆を大切にし、一緒にいることを楽しみます。2、人に懐きやすい理由。マルチーズは非常に社交的で、新しい人々との出会いを楽しむことが多いです。彼らは友好的で、他のペットや子供たちとも上手に接します。小型犬であるため、人々との親しい接触が容易です。抱っこや撫でられることを好むことが多いです。3、特徴。マルチーズの最も魅力的な特徴は、美しいシルキーな毛です。その長い毛は毎日のブラッシングが必要で、美しい姿を維持するための手入れが必要です。マルチーズは賢く、学習能力が高いです。トリックや訓練を楽しむことができ、新しいことを学ぶのが得意です。彼らの顔は大きな、愛らしい目と優雅な耳で飾られており、その表情は魅力的です。本日は優しい性格と家族への愛情にあふれる小型犬たちをご紹介しました。どの犬種も特別な存在であり、飼い主との絆を深める素晴らしいコンパニオンとなることでしょう。もしあなたが小型犬を迎えることを検討しているのであれば、ぜひこのランキングを参考にしてみてください。新しい家族の一員を迎え入れることは責任も伴いますが、それ以上に多くの愛と幸福をもたらしてくれます。最後に動画をご覧いただきありがとうございます。いいねやコメント、チャンネルの登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。さようなら。